皆さんおうち時間しましょうね。ハローマネミズキリザキマイフェバリットカントリーズシスターロームおーしゃー今日何するのかな。今日は多分お前と何回もキスすることになると思う。いややってそれは。おー妹とお家で24時間ルーレット生活をしたいと思います。やだよルーレット生活ってどういうこと。10個以上の罰ゲームを用意した。ルーレット一つ一つの項目を言います。キス10分ハグ、手とのお尻をかぐ、服で風呂を飛び込む、0度のシャワー、1万円ゲット、キスマーク、元彼元彼女に告白、歯ブラシ交換、 iPhone 水没、服交換。全部やりたくね。手とのお尻の匂いを嗅ぐのはいいよ。明日の夜までこのルーレットを15分に1回回さないといけません。そしてそれをなさないといけません。いやだ、そんなことまーちゃんしたくないよ。そんなことするようになっちゃったの。いつもそうか。いつも気持ち悪いことばっかしかしないもんね。このルーレットに書いてあること全部選んだの。当たったら何が何でもやらんとダメ。いやだよ。それがルーレットです。ひどいことしますよね。もうしたくないもん、こんなこと。私は今年もって引退しようと思います。この動画で私もう出ませんので高評価よろしくお願いします。いや、お前はこれからもずっと出るぞ。いや、なに、本当にキモい。じゃあ回していこうか、早速。これ明日の夜までずっとやりとけたらハーゲンダッツ買ってあげるよ。本当にハーゲンダッツのね、いちご味大好きなんだ。すごい果肉があってさ、甘くてさ、ミルクの味がしてさ、すごくすごく美味しいんだ。だから買ってよ。うん、買ってあげるからやろうね。ありがとう、チュッチュッチュ。じゃあどっちから回す。まいちゃんからでしょ。ルーレットスタート。ディこっち。俺は妹とキスがしたい、頼む。キスかハグ出てくれ。絶対やだ。ちょっと待って、何。ストップ。またキス？やねんけど。え、待って、なんで12分の1を2回引いとる。せーの、3回目いきます。あ、なんか出た。元カレ元カノに告白やって。中学時代の彼氏のリョウタに告白して。え、やや、もうずっと喋ってないよ最近。元カレ元カノ系はやめようや。出た項目に絶対従わないといけません。やだー。てか、なんであんた連絡先持っとんげんて。妹の元カレのリョウタくんです。ちょっとイケメンなんすよ。恥ずかしいって。やだ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 絶対告白。もしもーす。あ、もしもーす。お久しぶり。どうした、いきなり。単刀直入に言うんやけどさ。え、待って、何？別れてからずっと、うん、ずっと好きやってん。え、またちょっと付き合ってほしいなと思って。マジで全然会ってないやん。めっちゃ嬉しいんだけど、いきなりっていう。今すぐに。でも今会えないやん。やっぱ会えない時間が愛を育むってやつやん。自分のでかけてくればいいじゃん。なんでお兄さんのでわざわざかけてきたの。前からの連絡やったら取ってくれんかなと思って。だってそんな別れ方してないじゃん。変な別れ方。まあね、してないけどね。びっくりしました。で、返事はどうなの。まあ、今すぐはちょっと回答できないかなっていう。そっか、悪いけどこれ罰ゲームなの。何？マジ？ごめん、罰ゲームでした。ガチだと思ったんだけど、ちょっと喜んで自分いたんだけど。すいませんね、本当にね。俺が付き合ってって言ったら付き合ってくれんの。分からないな。何やねん。痛いよ。ということで元彼に告白しましたね。もうやめてんけど、恥ずかしかったよ。昔そんな好きやったの。うん、な。待って、私の心臓が久々にドキドキしました。久しぶりにピュアな気持ちになりました。じゃあ次俺いきます。ルーレットスタート。ストップ。何が出るかな。ゼロ度のシャワーや。あー、ピースピース。やった、私の一番やりたくないやつにお兄ちゃんが当たった。ゼロ度のシャワーってお前冷却やぞ。ほら行くぞ。風呂にやってきました。一緒に風呂入る。はいな。そうですか。うん、私が取っといてあげるよ。はい、行ってきます。行った。ごめん、どうに。大丈夫か。頭から血が出てないか。大丈夫です、うん、え、これ袋ママは瓶なの。そうだ、当たり前や。お前の全裸全てを七瀬さんに見せるわけにはいかないの。そんなことはない、需要あると思う俺は。ないないない。で、この台やろう。こっちにやると冷たくなって、こっちにやると暖かくなります。ということでゼロ度にしていきます。はい。20度じゃダメ。そんなんじゃない。マンドレーバカだね。ちゃんとゼロ度や。頭から全部かぶるん。せやせや。すんめってこれでやるん。前だってやっとんげんから。前だって元彼に電話してんぞ。じゃあお兄ちゃん潔く行け。3、2、1。はい。冷たー。あ、やばい、死ぬ。もうゴール。やばい、やばい。よう頑張った。全身がかじかんどる。そのルーレット回すよ。さあ、頼むよ。ね、タオルだけ拭かしてくれんけん。なめ、そんなことさせません。ではレッツゴー。何が出るかな。ハブ
ブラシ交換。歯ブラシ交換です。お前これ結構一番鬼畜かもしれんぞ。お互い使っとる歯ブラシを交換して磨かんなんやんぞ。本当に嫌やけど。はい、これ俺の歯ブラシです。嫌 やって。気持ち悪いって。本当吐くかもしれない。ここら辺にゴミがいっぱい詰まってるしさ、ここボサボサだしさ、ダメだよこれ。だってここに歯石ついてるもん。こんなん嫌だよ。待って、ぶっちゃけ言ってこれが一番やべえかもしれん。マジで吐くかもしれん。そんなん状況お互い一緒ねんから。お前だって強制しとるんから。吐きたねえやろ俺より。ポイントの歯ブラシこれ。これ一回今使ったらさ、下からずっと汚くなるに。自分以外の人が使ったやつをずっと使ってかんなんからな。嫌だそんなの。本当に無理ねんけど。トイレ行き、吐くやったら。じゃあお互い磨いてやべえと思ったらすぐトイレ行け。オッケーオッケー。はい、妹モザイクしました。歯磨き開始です。せーの。待って、なんかさ、待って、しょっぱいやけど、お前の歯磨き。なんで？なんかゴミ入ってきた。ブラシがしょっぱいんやけど。なんかお前、くっさきの。やば、あんまり歯磨き芯取れてちょっと。いや、芯なんてこれ。隅々まで芯なんだから。じゃあ俺のこの下磨くわ。これでも結構地獄絵図やな。今までの動画で一番最悪かもしれない。はい、どうぞお返しします。いや、いらんもん。じゃあ俺だけ歯磨きする。お前もギブアップやろ。ねえ、やめて。歯ブラシ交換終了。次は何が出るかな。ストップ。何に止まるかな。おっと、これ新しいんちゃう。キスマークや。やってどこの部分でもいいん、体の。俺がお前にキスマークつけるってことや。どこがいいですか。あの爪のここにして。お願いやって。ここがやったら。いや、ほんとに前まだされたことないよ。されたことで、そういうの好きな人に届きたいねんて。そんなんさ、鎖骨とか首にやるんじゃないからいいって。いや、やって。いきます。ほんとにやめて。あさあ、つきました。はい、ここにキスマークがつきましたね。あ、もう唇の感触気持ち悪い。早く大人になってこの家出てきた。キスマーク終了。スタート。何か来てくれ。何？ゼロ度のシャワーや。いや、やって。さあ、ゼロ度のシャワー行きましょう。行きましょうね。せーの、みんなでゼロ度のシャワー。わい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 。結果的にお前が一番苦労しとるな。さっき俺のことざまみろとか言ってたな。これが一番やりたくないそうだな。バチが当たったな、お前は。はい、ちゃんとゼロ度にしましょうね。それでは行きます。3、2、1、どうぞ。お疲れ様です。インターハイ出場おめでとうございます。もうこれやばい。お兄さんの気持ち分かったわ。でもお兄ちゃんも乗れてるから冷たい。これ花壇のあの雪山に遭難するシーンだね。冷たい体を二人で温めよう。松潤でーす。ガンピオジちげえだろうが。美しいってことだよ。ぽいまーきれい。それではいきます。次ストップ。何が出るかな。1万円ゲットだ。うっそ。前の少ないお小遣いからの1万円です。じゃあ1万円ゲットありがとうございます。ごちそうさま。いった。なんでこんな企画考えた。あんた、なんかあんたにばっかりとかあるやん。それはお前のルーレットの引き運が悪いんだよ。では次、私もう一度ストップ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 。来い。1万円ゲット。さっき1万円取った意味ねえやんけ。やったー、帰ってきた。ゆきいち、永遠の彼氏やぞ。お前、お金ってお前世界一汚いものねんぞ。では俺のターンいきます。うわ、来た。服でお風呂飛び込む。来た。うっさー。お兄ちゃん飛び込む。お風呂に飛び込む。はい、お兄ちゃん飛び込む。こんな企画を提案した兄貴が悪いんだ。いい湯加減やろ。7時間前に沸かしたからめっちゃ冷たいんやけど。水風呂なってるんやけど。お兄ちゃん行くよ。3、2、1。冷たい。あれ、本当だ、冷たいね。あ、冷たい。バカ、お前顔面がお前凍結するわ。なかったら寒い。しかも服が重い。お兄ちゃん着替えて、お母さん怒られるよ。お兄ちゃんお漏らししないの。はい、着替えました。もう寒すぎて風が引きそうです。あ、じゃあそれをやっていきます。何が出るかね。服交換。お互いの服交換するってこと。いや、ダメだくせ。もうお兄ちゃんのくもり味わいたくない。下着は交換しんし。いいや、うん、あら、セクシーだね。ありがとう。待って、パンツ見えるから。見えるねんってば、本当にやめて。お、いい体ストッチ。え、なんでこんな臭いよ、あんた。交換しました。今頃ぬくもり感じちゃう。うん、よかったね。俺のターンドロー。キス、やだ。絶対やだからね。テトのお尻の匂い嗅ぐやって。ママ、テト、こんにちは。お前のお尻の匂い嗅いでもいいか。お、いいらしいな。やがとり。あれや、うんこしたからや、さっき。そう、ママ大好きや。でも、テッド、この匂いも大好きやから、お前にとっての匂いやからな。もう疲れました。視聴者の皆さんも、ママ飽きたでしょ。いや、もっと見たいと思う、俺らの壮絶な姿をね。じゃあ、今このターン。うわぁ、ちょっと待って、これやばいやろ。 iPhone 水没、兄、妹、両方って書いてある、お前。ねえ、きつい、それは。俺の iPhone も水没させないんぞ。やだ、前の iPhone、まだ8だよ。これの方があれだよ。超絶耐水やから、お前のは弱耐水や。壊れたら新しいタピオカ買ってもらうんだから。こんな最高のタピオカ買ってあげない、お前には。せーの、ベビータピ。え、知らんの。それじゃ携帯を持った。持ちました。それじゃ二人とも水没させます。行きます。あんたらやめとけって。やめとけ、お前。何そんな水没したら使えなくならないね。
もう大丈夫なの？大丈夫じゃないかもしれない。やめとけって、そんなそこまでする必要ないって動画で。やべって。じゃあ俺のも落とすか。ダメやって、やめとけって。落としたらお前、お前らどれの取れんくなるやんけ、お前。うるせえ、黙れ、キッ玉。うるせえわ、この頭、お前、カレーやめたよ、お前、後ろ。3、2、1、ゲッ、もうやめとけって。やめて、やめて、やめて、マジやばいって。親父も一回ルーレット回してみる。回してみる。ディン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 、歯ブラシ効果やって。ごめん、誰でも交換する。お母さん、ヨードせや。お母さん、ママと無理やしな。お母さん、じゃあヨードならいいよ、すれば。なんでママの歯ブラシ使うの？ちょっと匂い嗅いでいい？ありえんから、ママの使うつもりか。いくよ、マジやめて、汚い。歯をきれいにしましょうね。歯垢をどっぱり取って。ママ勝手に使えばよ。ママもう歯ブラシ捨てるし。味の感想、味にょろっとしてるね。あ、ビールの味する。なんでビールねんて。金麦の匂いや。お母さん、これで磨かんねん次。あ、ごめん、それするげんたら一生前の動画でんからよ。じゃあ親父もう一回やれ。ダンクッキー。うわ、ゴス入れた。マジ？あんた鼻毛抜かんないよ。いやー、ちょっと待ってや、勘弁してや。あて、あて、あて、ゴッソ、ちょっとあて。お前らいじめや、もう木が生えとしやねん。鬼外でやりますね。ゲー。3、2、1。あ、取れ。あ、きったな。記念に残すもんじゃねえや。では今からルーレットをスタート。一晩ハグ。いやーって、絶対や。一晩ずっとハグしたらなので。本当にやる。今からハグしながら動画撮ってそのまま寝んなんてこと。あ、じゃあ眠たいから寝れるわ。はい、おやすみなさい。一晩ハグスタート。動画臭いん俺の。ここら辺臭い。お前へこくね。俺のルーレット行くぜ。卵ってやつ来た。何卵って。生卵一気食いしんなに。おお、おめでとう。これで活力と気力と精力がつくね。それよかった。じゃあ今日それを使おうから、精力を。いやだやだやだ。ちょ、お母さん卵割ってもらってもいい？汚い。そのまま私と一緒に今日寝るの？はい、行け。はい、じゃあ今日はこのまま寝ましょうか。よいしょ。おやすみ、おやすみ、みなさん。明日起きたらすぐまたルーレットやぞ。はい、わかりました。お兄様、明日も元気にルーレット回しましょう、共に。そして俺らもこうやって回っていく。そうだね。一晩ハグしながらずっと寝んなんやんぞ。キモい、本当に気持ち悪い。そう、俺も気持ち悪いわ。生理的に受け付けない。おやすみなさい、みなさん、グッドバイ。ねえ、一晩ハグしとったら筋肉痛ねんけど。体が固まってこの体勢から動けんげんけど。いや、本当に動けんげんけど。今忘れてないか、このルーレット。ねえ、まあ、夢にさ、くるくる回るルーレットが出てきてんで。今日初めてのルーレット回します。ストップ。起きてすぐの歯ブラシ交換です。やだー、汚い。一番なんか昨日の臭み残っとるよ、これ。乾杯。では私のヒルの一発目をかましたいと思います。 iPhone 水没兄弟両方。もうやだ。何ですか、連続水没させんなの。ね、これはきついって言ってよ。いけるって。すぐ取り出せんやん。取り出せないんですぐに。ね、すぐお願い。ぶっ壊れたら遠隔制御できんくなる。それはいきます。ほら、ちょっと待って、お願いやばい、やばい。あ、俺の携帯も取れや、一緒に。自分のルーレットの引き運の悪さに絶望しなさい。泣きそう。 iPhone ってさ、別に水とかやったらいいんやけど、お湯とかやったら湿度高いからやばいに。 iPhone というものはね、心と心がつながっている私の心臓のようなものなんだよ。ね、このお団子うんちみたい。うんちで何を悪いやん。このお団子マジうんこや。うんこだよ。まいちゃんのうんこここにぶら下げてるんだ。何か悪い？なんで、全然。俺のターン、ドロー。5分間買い物しようだよ、アマゾン。本当に5分間何でも買っていいの？お前、この企画頑張ったからいいよ。うん、やった。上限ない、どんな高いもんでも買っていいんや。用意スタート。伊勢海老食べたいんだよな。あ、これどうかな。勝手に追加したぞ。じゃあ次行くぜ。黒毛和牛だな、次は。食べ物ばっかや。これ美味しそうだね。味付け、これもカートに入れます。白いちご、甘くて美味しいらしいんだよ。これもカートに入れましょう。ダイヤモンドとかどうかな。これとかどうかな。42,845円だよ。カートに入れようか。お前ほんと買うな、そんなもん。ね、見て、55億のダイヤモンドが出てきたよ。お前こんなもんカートに入れんなよ。俺の銀行口座が凍結するわ。カートに、うわ、嘘やろ、カート入れた。お前、あー、どうすればいいやこれ。ね、見て、55億の金のダイヤモンドも出てきた。カートに入れんなよ、絶対。いやがった、お前バカ野郎。61億64,561円の買い物になった。これどうすればいい。レジに進んだらダメやって。お前、あ、よかった、ログインしなかった、よかった。じゃあそのダイヤモンドだけ抜いたやつ買っといて。マイちゃんルーレットタイム。顔に落書きあって。ってことでお兄ちゃんの顔に落書きしていきたいと思います。目をつぶれば君の瞳がうざいんだよ、お前は。キスマークつけてあげる。前のキスマークってことにしとかんか。チュッチュッチュッ。
ねえ、もうすぐに終わらせろ。終わらせんかったらもううちから追い出すぞ。とりあえずもう撮影やめなさい。4時間もクソもないって。ねえ、りょうのって鼻くそついてる。なんでよ。いやー、なにそら、いやー、そら、そら、そら、もしやめて。こんなもんとんでもないおうち時間やぞ。お母さん、次でもこの人終わらせんならうち追い出してよ。いや、今次終わらせんでも今すぐ追い出すわ。お母さんがそこまでのこと言うんやったら次で最後にするわ。うん、よし、じゃあラストレールってよ。スタート。服でお風呂飛び込む。よっしゃ、行くぜ。お前これ最後に俺死んだの、もうイエーって。でもな、考えてみろ、これお前のおニューの服やぞ。これで風呂飛び込めんぞ。やだやだやだ、脱いで、これだけ脱いで。いや、脱げんって、このまま入るよ俺。やだ、これ水風呂やぞ。水は清くて素晴らしいものや。あんたの汚い心を豊かに、また純粋にしてくれる。あんたみたいなやりきい男。俺いつそんなインナー男なってんで。インナー男や、お前早く入れ。分かった、行くぞ、ほら。これで終わりです。皆さんも兄弟のみんなでルーレットをしてみてはいかがでしょうか。ルーレットピーナッツ。あれや、何しとらん。あ、何しとらん。